ドドルのチョコレートコーヒーですね。チョコレートコーヒーじゃない、チョコレートケーキです。では、いただきたいかなと思いますね。よいしょ。うん。この地層みたいなね、ところに、ちゃんとね、チョコレートの甘さと、こう、硬さがありまして、ちょっとフランスの感じの、高級な感じで、うん、なかなかいい味わいですね。で、こう、うん。結構な甘い味でね、なかなかこうふわふわとした感じで結構いいね、うん、味わいです。ふわふわさの中で少しこう硬さがある、うん。これがドドールコーヒーっていうのは本格的なお店では初めてでしたけども、なかなかの美味しさが長らくね続いてる会社だけはあるなというふうに思いますし、まあ、ドドルコーヒーはコンビニとか、スーパーとかでもね、コーヒー売ってるんで、まあ、そういったところで買えばいいじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれないけど、やっぱり、そういうところで飲んで、で、最初はね、で、そこで本格的なコーヒーやってるってことが分かってしまえば、まあ、そういうコーヒーのところに行って飲んでるっていうのも、また違った雰囲気でね、楽しめるんではないかなと思います。このチョコレートは甘くて美味しい感じですね。どうもありがとうございます。